ブルーノ・ミゲル・エステベス・バーレはポルトガル・ガイアマファムで出身の元同国代表のサッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。FC ポルトの下部組織で2003年にトップチームに昇格するとクラブでは第3次意の地位だったが驚くべくことにカザフスタンとの親善試合に向けポルトガル代表に初召集された。この試合は 途中からピッチに入り22分プレイし1から0で勝利した。翌年のアテネオリンピックのメンバーに選ばれ、SL ベンフィカに所属するジョゼモレーラの控えを務めた。2003年にトップ契約を果たすも、政治系のピトールバイアヤやヌーノといった経験豊富なライバルが多いチームではなかなか出場機会が訪れず、2005年には後に、 生じい K を長年務めることになるエウトンヤー U-21 代表でポジション争いをするパウロ・リベーロが加入したことにより、夏に2010年まで契約延長した上で、チームメイトのパウロ・マシャドと共に CAF、エストレラ・アマドーラへ貸し出された。アマドーラでは、性ゴールキーパーの座を射止め、2006フィーファワールドカップの23名に選ばれた。しかし、大会前に行われた、 UEFAU-21 欧州選手権2006のセルビア・モンテネグロ戦で右足を骨折したことにより事態を余儀なくされ、ワールドカップは代わりに SC ブラガのパウロサントスが招集された。2006から07シーズンは、再びレンタルのみとなり UD レイリアへ貸し出されるも、ほとんど出場できず、翌2007から08シーズンは2部のバルジン SC へ、レンタル移籍した。 2008年夏、再びレンタルで放出され2008から09、シーズンを、ビトーリア FC でプレーすることになった。次年の夏に加入した CF ベレネンセスでも、例年通りに控えや、第 3GK の地位だったが、ネルソン・ペレーラの負傷後は、正 g EK を務めた。しかし、チームは、下から2番目の順位に終わり降格した。2010年夏、契約終了に伴い、 ポルトから放出されたバーレは2部の UD オリベイレンセでキャリアを再開することになった。2012年6月26日、キプロスファーストディビジョンのアボロンディマソールと2年契約を結び29歳にして初めて国外でプレーすることになった。ありがとうございます。